皆さんこんにちは。プラス A オフィシャルサポーターの青野沙穂です。今日はドクターブルー命の距離を見させていただきました。題材が感染症に対する題材ということで、まあすごく深いというか重い題材だったんですけど、今の現状、今コロナになってから1年ぐらい経つんですけども、なんかそれを演劇で表現するっていうのって結構勇気がいることだと思うんですね。でもそれをその私たちの舞台っていう場所フィールドでなんかいろんな方々にこう届けられるっていう機会を作ってくれてるのは本当にありがたいことだなと思いました。なんだろうな、すごく感慨深かったですし、すごくリアルでしたし、まあちょっとコロナに慣れてきてるわけではないですけど、まだまだこう対策が徐々に甘くなってきてる部分もあると思うので、なんか今一度自分たちの周りも自分も含めてこういろんなところにこう警戒していた時期を思い出して、改めてこう安全な世の中になるように頑張らなくてはなって思いました。